カイザー・フランツ・ヨーゼフ鉄道カイザー、フランツ・ヨーゼフ鉄道提出特任会社は、かつて、オーストリア・ハンガリー帝国にあった、鉄道会社で、現在のチェコ、鉄道施設管理高段線及び、オーストリア連邦鉄道線の一部である。ギュルテル・ガータルとは、ウィーンにある、環状幹線道路のことである、プルゼニ駅1866年の、広島戦争後に、 ウィーンとプラハを結ぶために建設され始め、1868年に最初の区間が開通した。企業名はオーストリア・ハンガリー帝国の皇帝フランツ・ヨーゼフにちなんで名付けられた。その後1872年に完成したフランツ・ヨーゼフ駅はアルザーグルント地区に最初のターミナル駅として開業した。ここはリニエンバル・リニューンウォールやギュルテルに近い。 この路線は、ウィーン近郊のマチトゥルンでドナウ川を渡り、クレムスを通り、チェコとの国境に接するグミュンとまで伸びる。チェコに入ると、チェスケーブジェヨビツェを通り、ターボル、ベネショフを経由しプラハまでたどり着く。現在のプラハのメイン駅は、フランツヨーゼフ鉄道が用いている駅である。第二次世界大戦後は、鉄のカーテンによって、 その路線の重要性を著しく損なったが、しかしながらプラハあるいは、ベルリンまでの列車が1990年代半ばまで、この路線を使用した。現在、フランツヨーゼフ鉄道を通る列車は、ローカル列車のみである。プラハへ行く列車は、ウィーンミノミ駅を使用している。フランツヨーゼフ皇帝鉄道の創始者は、外交官のヨハンアドルフッツ・シュバルツンベルク2世で、彼は、 ブルゼニの石炭をウィーンまで輸送することを望んだ。ウィーンとエガーを結ぶ 455km の本線の起工式は1866年11月18日フルボカーなどブルタボウ市で行われた。工事費用は株式で調達されて、工事には14万3000人の労働者が動員された。1884年5月1日。 フランツ・ヨーゼフ皇帝鉄道は国有化され、オーストリア王立鉄道が車両と路線を引き受けた。これ以降、括弧の中にあるのは、地名のドイツ語名称である。カンドメシュニーム・アンツブラッド・イン・ウィーン・ザイトゥング・3・ノーベンバー1869・ S17 ・オーストリア国立図書館提供。ありがとうございます。